皆さんこんにちは、渡辺久美です。今回は、ドンパチヒーローシリーズ、ヒーロー世紀、プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。ネオアクシズが放棄して、かつシロックがバスクを殺害するというイベントが発生した後ですね。では、早速始めていきましょう。本郷先輩、チタンズはどうしたんだ？もうやっつけたのか？任せてください、先輩。俺がちょいとひとひねり、てんてんて。こらこら嘘をつくな。実は、ほにゃららこにゃらら。というわけで、ティタンズはほぼ壊滅らしいんです。それでそのシロッコはどうしたんだぜ？わからない。しかしシロッコが悪質と繋がっているとすれば、悪質へ行けば全てがはっきりするはず。これからジュンを通って悪質へ行ってみるつもりだ。それは無理です。どういうことだ、カミーユ。ジュン公国はすでに存在しません。ネオ悪質に征服されてしまった。そんなに早く。アクシズ軍は想像以上に強力。それに各地のテロリストによる支援も馬鹿にはできない。すると使えるルートは、コスモ・バビロニアからのルートとウルトラ大陸のティーバ市からのルート。しかし、ティーバのルートは旧ジオンのザビ市を通らないといけない。では、二手に分かれ、我々はティーバからのルートに潜入。ダン、君たちはコスモ・バビロニアのルートから行ってくれ。わかりました、兄さん。太郎、お前は早田兄さんと一緒に。おそらく、ディーバルートの方が厳しい。わかりました。ということで、ここで、ウルトラマン太郎が離脱ですね。太郎のやつ、行っちまったか。ちょいと寂しくなるなぁ、ということですね。では、早速、ネオアクシズへ向けて出発でーす。バビロン市に行きたいのかね。時にお前さん方は気が長い方かい。はい、家の選択肢ありますけど、まあ、はいにしときましょう。なら、市役所で許可をもらって来なされ。少々待たされるが、ほほほーということですね。市役所は、こっち右側が病院なので、左側のビルですかね。入ってみます。バビロン市への通行許可。それなら2階の交通課。じゃあ2階に上がりましょう。同じような人がいますね。交通課は隣。はい。バビロン市への通行許可ですか？それでしたら、この書類を持って3階の4番窓口。なんかお役所仕事な感じですね。4番窓口がどっちなんだろう。こっちから行ってみよう。通行許可ですね。しばらくお待ちください。では、このカードを持って2階の1番窓口。降りなきゃいけないんだわ。はい。1番窓口に行きましょう。はい、通行許可ですね。カードをお見せください。はい、結構です。では、この書類を持って4階の、てめえ、どこまでたらい回しにすりゃ気が済むんだ。わわ、そう、そんなこと言われても、てんてんてん。やめましょう。お役所なんてこんなもんですよ。はあはあ。いいか、俺たちはな、急いでるんだ。くだらねえことで時間を取らせるな。こんなのやったら今、SNS で拡散されますね。次で終わりです。この書類を持って4階の市長の部屋まで行ってください。ということですね。じゃあ、市長の部屋に向かいましょう。ここが市長の部屋ですね。で、市長に話しかけましょう。書類を持ってきたのか。どれどれ。ふん、バビロン市へ行く。目的は？バビロン市からア・バーワクー市へ向かいます。なんだって、あそこはネオアクシズに占領されているんだぞ。まともじゃない。そんなことはおっさんに関係ねえ。こっちはさっきからたらい発信された頭に来てるんだ。さっさと許可証を出しやがれ。許可証は発行できる。そうそう、素直に最初からそう。いや、なんだって。許可証は発行できん。てめえ、どういうつもりだ。これだけたらい回しした挙句、許可証が出せねえだと。まあ、市長に直接ね、許可証を発行してくれって掛け合うシステム自体がかなりクレイジーですね。市長、僕たちはゼウスのメンバーです。どうしてもバビロン市に行かねばならない。ゼウスのメンバーだろうとなんだろうとダメなものダメ。今、我がコスモ・バビロニアはネオフェシスと微妙な関係にある。問題を起こすわけにはいかん。それに我が国は連盟に加入していない。ゼウスの特権はここでは効かん、ということですね。ネオアクシズを恐れて何が悪い。誰だって戦争は嫌。君たちのバビロン市に行かれてはせっかくの和平交渉が全てぶち壊し。もう腹が立つ。こんな地震かな。なんだ、東の方で爆発が。いや、まさかサナリーの工場か。サナリーの工場があるのか。ちょっと行ってみましょうか。
この先は危険、入らないで、俺たちはゼウスの者はテロリストを追ってる、ここを通せ、しかし…責任は我々が取る、一刻も早くこの事態を解決するのが先。わ、わかりました。ということで、じゃあ工場に入りましょう。ん？ BGM が変わった。エンカウントが発生しますね。なんか技術者がいるな。テロリストだーと。強い、敵も強いな。もうしかも太郎がいなくなった分、セブンで回復しなきゃいけないことを考えると、だいぶ火力が落ちそうだな。敵にはエルメスマーク2とか出てきてますね。かなり強力になってるので、太郎がいなくなった分、どうだろう、ここでもボス戦があると思うんで、ボス戦の前に誰か加入してくれないと苦戦しそうですね。ボス戦に備えてテクニカルポイントは温存して、ノーマル攻撃中心で済みます。サナリーの工場、かなり苦戦しながら進んできたんですが、マクベがいますので、ちょっとお話しかけてみましょうというところでイベントですね。なんか臭いぜ、この部屋。し、何か聞こえるぞ。盗み聞きするんですね。どうした？まだ見つからんのか？は、ただいま全力を挙げて捜索中ではありますが、まったくどいつもこいつも役立たずばかりだ。何を探してるんでしょうね。あれは、マクベ。知ってるやつか、アムロ。ダブリン市であいつに襲われました。マクベといってネオワーク市の軍事顧問だそうです。こいつは都合がいい。あいつを締め上げてバビロン市へのルートを聞き出す。どうせあいつらは秘密のルートを通ってきているはずだ。なるほどな、それはいいかもしれん。小太郎にしては上出来だな。へ、伊達にパワーアップしてきたわけじゃねえぜ。わ、へへ、ヘクショイ誰だ、バカ、気づかれた。マクベと戦闘になるだ。これはこれはゼウスの諸君、こんなところでドブネズミのように聞き耳を立てていたが、ちょうどよい、始末しろ。はっ、戦闘ですね。マクベではないな。ってことはこの後マクベ戦があると思うので、ここも、テクニカルポイントとヒットポイント、高い状態を維持して戦闘を終えたいですね。なので一度必殺でリライブ光線を打っておきましょう。いや、攻撃力高いな。これでボス戦とかちょっと思いやられるな。しかも回復できずに戦闘が終わってしまいましたね。では幕府戦になると思います。やるな。だがその程度の力ではこの私は倒せんよ。コールラフレシア。そうか、ラフレシアに乗るのか、マクベは。強いな。どうだ、美しいだろう。このサーマリーで作られた最新のモビルアーマー。ラフレシア。この美しき花によって葬られることを心に思うがいい。美的感覚が変なんじゃねえか。それのどこが美しいってんだ。所詮凡人には真の芸術は理解できん。せめて美しき死に様を与えてあげよう。いやー、強そうだわ。まずは何はともあれ回復だ。回復しましょう。で、まだロボライダーになって必殺だな。ハードショット。アムロはどうしようかな。アムロは、ローリングショット使ってみましょう。どん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 ということで2200か。どうなんだろうな。ロボライダーのハードショットが明らかに強いんで。ロボライダーのハードショットを使った方がいいか、全体攻撃の威力が激しいなぁ。ハードショットを何回打てるかな。ピンポイントショットの方が、アムロの有段だから、変わんないね。あんまり変わらないですね。ロボライダーのハードショットだのに、かなぁと思って、テクニカルポイントをうまく使いながら戦っていきましょう。今何もしてこなかったな。
だったらウルトラギロチン、ハードショット、ピンポイントショット、全体攻撃を食らう前に、こちらから一斉攻撃仕掛けましょう。2回攻撃かー、すげえ。さっき何もしてこないと思ったら今度は2回攻撃。こんなことなら回復しとけばよかった。リライブ光線で、ハードショットがもう打てないのか。となるとアイテムで回復しましょう。で、ピンポイントショットでアムロは攻撃します。まあ、先にこちらの攻撃ができて、回復できればこっちのもんなんですけどね。全員エネルギー切れになったら。ちょっとまたさらに連戦とかっていう可能性もあるので、テクニカルカプセルは温存したいんですよね。なんで、メリウム光線を打って、他は攻撃にしましょう。2回攻撃がなければ、なったら。おお、倒した。いや、強かったですけど、何もしてこないターンなんかもあって。まあ、割と、簡単だったかな。リライブカプセルもあるんです。お、ウルトラセブンも、レベルが上がりましたね。これでじゃあ、いよいよ、バビロンに向かうのかな。まあ、かな。ラフレシアの性能はこんなものではないはずだ。そうか、あのパーツが。あれがなければパワーが足りぬということか。何ブツブツ言ってやがる。さあどうやってこのアークシェに入り込んだ。秘密のルートがあるんだろう。教えてもらおうか。く、ま、待て、話す。確かにバビロン市に続く秘密のルートがある。で、その場所は？それは、ああ、なんだ。バカめ、こんな単純な例に引っかかるとはな。貴様らの知能のほどが知れるわ。ちくしょう。ついでに教えてやろう。秘密のルートなどというものはない。我々はアーク市長に話を通してやってきた。あの男、ちょっと落としただけで簡単にうなずきおった。あの狸親父め。ラフレシェのパワーが完全になったら再びお相手して差し上げよう。それまでしばしのお別れだ。あ、連戦にはならない。済みましたね。あの市長一体どういうつもりなんでしょう。もう一回ねじ込んでやろうぜ。ということですね。じゃあ、これでまた、アークシーに戻りましょう。あ、戦闘王は聞こえなくなりました。では、探索しながら。といっても、探索ちょっとしてみたんですけど、特にアイテムらしきものとか一切なかったです。では、市に戻りまーす。では、市長の元に戻ってきました。話しかけまーす。てんてんてん、わかった。正直に話そう。確かに私はマクベとかいう男をこの町へ通した。だがまさかこんなことになるとは。我がコスモバビロニアはまだ歴史の浅い国。兵力もネオアクシズには到底叶うべくもない。できる限り話し合いで解決したかったのだ。バビロンでの議会もネオアクシズに対してはできるだけ譲歩するように通達してきていた。しかし、その挙句がこの手たらく。重要機密のモビルアーマーを奪われ、工場を爆破された。これで我々はネオアクシズに対する大きな戦力を失った。バカな話だ。君たちに許可証を与えよう。これは、バビロンへ続くルートの許可証ですね。確かにネオアクシズは甘い考えの通用する相手ではない。まあ、ロシアみたいな感じですね。甘い考えでは通用しない。許可証をもらいましたので、これでバビロンへと向かえるということですね。どうだろう、せっかくなんで次のバビロンで装備品最新のものへ更新することにしましょうか。まずマップ確認します。で、マップを確認するとバビロンに行けるようになりましたね。アークシの南側からバビロンに入れて、アーバーワークを経由できるという状態ですね。はい。では、ちょっと短いですが、キリがいいので、今回はここまでにさせていただいてですね。まあ、次回、この続きとして、このアークからバビロンへと入っていきたいと思います。